はい、こんにちは、速稼塾の久保です。今回はね、 BNF さんに学ぶということでタイトルでお届けしようかと思いますけども、やっぱ BNF さんみたいな伝説みたいな人でもね、1日に何億円か負けるってことがあります。で、何億円負けたのに狼狽しないのは、やっぱりね、投資の資金と生活資金とか完全に分離してるからだと思うんですよね。でも投資で負ける人って、投資のお金で月末の支払い当てたりとか、投資のお金で将来の暮らしの資金を考えたり、老後の資金を考えたりとかして、だから投資したお金がなくなったら、ああ老後どうしようとかね、投資の資金がなくなったら月末の支払いがとかになるんですよ。やっぱり吉谷さん言われてるように、そんなことしたら相場に心理をコントロールされて終わりなんですよね。じゃあ投資の世界っていうのはどんな人がずっと言い続けるかっていうと、高い確率で勝っている人、自分の勝ちの手法を再現できる人、同時にですね、負けてもメンタル持ってかれない人がずっと居座るんですよ。で、そういう方が投資の世界にガーンといて、で、どういう方が投資の世界から退場していくのか、で、退場した分、いや、それ以上の入場者がいるのかって言ったら、完全にカモですよね。で、そのカモの人ってのは、どういうふうな心理を持ってるかっていうと、なくなったら困るお金、しかも余剰資金を作り出す能力のない人がどん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 参入してくるんですよ。で、投資の世界はコリゴリだって二度と参入しないんですよね。で、二度と参入しなければ負けて確定なんですよ。で、もしくはスキルを積んでないのにまた来ちゃう人、また負けて負け確定して退場して、傷を深くするみたいな感じですよね。まあ、ですんでね、BNF さんになろうと思ったら、これはなかなか難しいんで、それを考えない方がいいと思うんですよ。で、私たちはね、 BNF さんみたいな伝説の人ではありません。普通の人、もしくは今の時点でお金に困ってるとしたら、普通の人よりもお金のスキルは低いのかもしれません。そういうふうなことを真摯に捉えたら、まずはね、費用のかかんないものにトライして、費用のかかんないビジネスなり、まあなんかね、アクションをして、それで資金を取り出して、その資金が生活資金を超えた部分を余剰資金として、慎重にね、アプローチしていくっていうことがやっぱり必要なんだろうなと思うんですよね。でも吉田さん言われてたように、暗号通貨ってお金に困ってる人がなけなしのお金で行くんですよ。それで一発逆転とか思っちゃうんで、そこに一発逆転を狙う人用の商品がたくさんできてるんですよね。で、商品っていうのは投資商品ではないです。単なる商品です。この違い分かりますかね。商品っていうのは相手に届けた時点でサービス完了、こういうふうなね、不親切な商品なんですよ。でも投資商品っていうのは預けた上で運用がね、何がしかの方法でなされるものなんですよね。でも暗号通貨って運用の仕様がないんですよ。買いました、値上がらないかなって待ってるだけ、情報待つだけ、これ投資でも何でもないです。なんですかね、市場に合わせて資金の流通量を増やしたり減らしたりとかする、これで稼ぐわけなんですよ、投資って。なのに購入したら、はい、やることありません、これ投資ですかねって形なんですよ。だから投資のスキルが高い人でも低い人でも、暗号通貨に手を出せば同じ結果になってしまうんですよ。だから投資のスキルの高い人は暗号通貨やらないんですよね。機関投資家の方とか、それからヘッジファンド、暗号通貨入ってますか？入ってないですよね。日々投資を考えてる人が暗号通貨っていう情報に入らない、 ICO に入らない。だから我々にもチャンスがあるんじゃないかなって考えるのも一つなんですけども、プロがやらないんで相当難しいんだなと、素人は絶対ダメだなと思わなくちゃいけないんですよ。じゃあ暗号通貨の市場で素人で勝ってる人がいるとしたら誰かっていうと、暗号通貨っていうものを作って新しい ICO を販売した人、もしくはその販売に乗っかってアフィリエイトをかけた人なんですよね。この人たちはやっぱりビジネスをしてるんですよ。だって手出しがなくって、自分で暗号通貨買わずに支払いなしに紹介することによって報酬を得てるわけですから、だから暗号通貨の ICO の紹介っていうのはものすごくいいビジネスだとは思いますけども、暗号通貨そのものとか ICO そのものが勝利をもたらすものではないかなというふうに私もね、思いました。でもそうは言っても最初はね、もしかしたらチャンスがあるんじゃないかと思ったのは私も一緒なんですよ。だから2014年ぐらいに ADA っていう通貨買ってるわけなんですよ。で、たまたまその ADA はブレイクしました、よかったんですよ。でも ADA 以外の ICO っていうのは、いや、やばいなと、手出さない方がいいなと、手を出すんだったら上場後のコインで、具体的には XRP ですけども、上場の後のコインでいつでも資金が追加できたり抜けたりする、こうね、出し入れが自由なやつ、そういうものにしないといけないなと思ったんで、上場後のコインを買うのは投資になるけども、でもそのためには FX の最低の知識がいるよと、FX で勝てる人は暗号通貨の FX でも勝てるよということを申し上げて、 ICO はやめとけっていうね。で、私みたいなアフィリエーターが ICO を全く紹介しなかったんですよ。1年半ずっと ICO バブルが起きた時に一件たりとも紹介しなかった。
これは私はね、やりきったなと思います。ビジネスとして割り切るんだったら紹介することはできたんですよ。アクセスも高かったですしね。それから多くの方が毎日数千人とか視聴してくださいましたんで、暗号通貨の ICO の、セールスをしたらね、むちゃくちゃ売れたとは思うんですよ。ただそれが私がね、それをやるなと心が止めましたね。なんかそういうことではないと思いました。しまいにアフィリエイト自体をやめましたもん。そんなことやってる場合じゃないと思いますね。で、どういった仕組みでそれがなされているのかってことをずっと放送を続けたわけですよね。だから私の動画見ても美味しい話ないんで、それはね、再生数も落ちるし人気もなくなりますよ。そればかりか私の動画のファンの方に向けてのサポート動画ばっかりやってますんで、自分に関係ないやって人はどんどん離脱してきますよね。まあでもそれで良かったかなと思ってます。すごく清々しい気持ちで2020年をねスタートできましたんでね。でこれからも、まあいろんな意味でね、余剰資金とかリスクヘッジとか投資はビジネスの中でも一番難しいと。まずは労働収入で、スモールビジネス、ビッグビジネスで成功させて、ビッグビジネスの上に次にやるのがインベスティメントですよ、投資ですよっていうね、こういうふうな伝え方をしていくということが BNF さんじゃない我々普通の人が投資の世界に取り組むための段階だと思います。以上ですね。とってもいいね課題をありがとうございます。それでは失礼します。